ございます、京都大学ダークブルニューサンズオーケストラです。よろしくお願いします。はい、1曲目にお送りいたしました曲はカインダドゥキッシュ、そしてロッキーインリズムでした。ソリストピアノフォルテレブチミヤキ、レブチミヤキ、仲悪いわけじゃないんですけど、ね、普段あだ名でしか呼ばないんですけど、ね、忘れちゃいました。レブチフミヤキ、クラリネット黒田ノア、トロンボー西谷亮、熊谷玉木、トランペット二瓶亮、北村和馬、岡本大輔、はい、以上のメンバーでお送りいたしました。そうですね、京都大学我々ダークはですね、デューク・エリントンというピアニストの、ナンバーのみをお届けするというなかなかちょっと変わったキテレツバンドなんですけれども先ほどのニューポートさんが明るく楽しく元気みたいな感じだったんですけれども、ちょっと我々ダークはなんていうかちょっとこう今のは結構元気な感じだったんですけども、エキゾチックな感じとかちょっとなんかこう慣れたか分かんない感じの曲も、お届けしたいと思います。それでは早速2曲目に参りたいと思います。続きまして UMMG です。お聴きください。UMMG お送りいたしました。ソリストはフリューゲルホルン岡本大輔、はい、ありがとうございます。ちょっとなんかエキゾチックなとか言っといてあんまりそんな
これはそんなエキゾチックな感じではなかったかもしれないですけれども、そうですね。何言おうか。まあ高槻ジャズストリートということで、我々実はあんまり野外でやることが少なくてですね、今年が、まあ、今年はそうですね。去年は野外でやったのが多分1回ぐらいしかなくて、非常に貴重な野外ステージということで気持ちよく演奏できて、嬉しく思っております。ありがとうございます。風も強くなってきて非常に譜面台がバサバサなってるんですけれども、まあ、負けずに頑張りたいと思います。ちょっと僕個人的な話をするとですね、あのドラムのここの太鼓があるんですけど、太鼓のネジが緩んでて、太鼓が使えなくてちょっとどうしようかなって思って、次の団体さんもいるんでね、ちょっとあの報告みたいな感じになってしまうんですけれども、ここのネジ緩んでるので気をつけてください。僕はもう今取っちゃいました、もうちょっといらないなと思って取っちゃったんですけど、はい、そしたら大丈夫ですかね。そしたら次の曲に行きたいと思うんですけれども、そうですね、大丈夫ですかね。ちょっとね、もうちょっと足を開いた方がいいかもしれないですね、面台は。はい、で、次の曲なんですけれども、次の曲はココという曲を、お送りしたいと思います。あ、ごめんなさい、2曲続けて、お送りいたします。ココ と、バージンジャングルという曲を2曲連続でお送りいたします。それでお聴きください。
2曲続けてお送りいたしました。まず1曲目、ココソリストはトロンボーン西谷亮、クラリネット黒田ノア、で、2曲目お送りしました、バージンジャングルソリスト、クラリネット黒田ノア、はい、で合ってますかね、ソリストは。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとエキゾチックうんだらかんだらみたいな言うてたと思うんですけど、まあ今のがそのそういう枠です。はい、でエリントンというのはですね、さっきのベーシーやってらっしゃったコーナーニューポートさんとかは割とこうスイングが多めやったと思うんですけど、僕今太鼓を手でポンポコポンポコ叩いてまして、こういうなんかちょっと一風変わった感じの曲もいっぱいあるっていうのがエリントンの一つの魅力かなというふうに、思っております。はい、でですね、ちょっとここでお知らせというかお願いなんですけれども、今ちょっとその辺りで帽子をかぶって手を挙げてる女の子がいるんですけど、女の子となんか派手髪の男の子がいるんですけども、ちょっと我々カンパをすごく集めておりまして、ちょっと赤裸々に申しますと我々は非公認サークルでございまして、非常に財政的に問題を抱えているということで、カンパをすごく集めております。ですので皆様ぜひ温かいご支援のほどよろしくお願いいたします。声援お願いします。はい、ツアリストとチャーポイント。はい、では、すみません、気を取り直して次の曲に行きたいんですけれども、次の曲はですね、トランペット伊藤葵をフィーチャーいたしまして、チャーポイント、そしてテナサックス香西子をフィーチャーいたしまして、ツアリストポイントオブビュー、2曲続けてお送りいたします。どうぞ。
ました、チャーポイそしてツアリストポイントオブアビュー2曲続けてお送りいたしました。1曲目チャーポイソリストはトランペット伊藤葵、二瓶亮で、2曲目ツアリストポイントオブアビューソリストは、テナサックス香西光、はい、ありがとうございます。あ、はい、まだありますね、まだありますね。ちょっと時間がないらしいのでちょっと早めに行きたいと思います。続きましても2曲続けて、お送りいたします。ディジュリードゥとスマダーという曲を送り出します。お聴きください。
そしてスマドを送りいたしました。ソリストディジュリドゥ、ピアノホルテ江口文明、バリトンサックス瀬川ブルリー、スマダのソロはクラリネット黒田ノアでお送りいたしました。はい、それではですね、次の曲で、我々ダークの演奏は最後とさせていただきます。最後の曲はですね、アルトサックス安井遥をフィーチャーいたしまして、スタンダードナンバーよりオールオブミーをお送りいたします。本日は お聴きいただきありがとうございました。この後も高槻ジャズストリートをお楽しみください。それではお聴きください。京都大学ダークブルーニューサウンズオーケストラの皆さんに拍手お願いします。いやどんどんありがとうございます。全然もう好きなタイミングで撤収を始めていただいて大丈夫なんで、居座り続けていただいても大丈夫です。暑いですね。大丈夫ですか皆さん。大丈夫じゃないっていう人、はーい、はい、あの辺の人に水をぶっかけてください。